こんにちは。ここは横浜港です。これから東海汽船サルビア丸に乗って東京港竹芝桟橋まで向かいます。この船は伊豆諸島、大島、利島、新島、式根島、神津島からやってきた船で、この横浜港に寄って18時10分に出港して約1時間40分で東京港竹芝桟橋に到着します。やってきました。東海汽船サルビア丸です。これに乗って東京港竹芝桟橋まで向かいます。
行方向左手に羽田空港滑走路などがご覧いただけるというふうにご案内をいたしましたが、東京港竹芝桟橋に到着しました。今回は東海汽船サルビア丸東京湾夜景クルーズに、乗船しました。